男子一組目スタートです。さあどのチームが出てくるんでしょうか。ゴマスがいい感じでゴマスが行きました。ちょっと引っかかっている、ちょっと引っかかった、その間に引っかかっている間に固まっています。新庄がどうやら先頭のようです。新庄先頭、ゴマスが2番手、しかし先頭並びかけている。おお、並びかけています。ゴマスが新庄か、ゴマスが新庄か、このゴマスも止めることができるか。ゴマスが行った、これもゴマスだ、これもゴマスだ、これもゴマス上段10点ずつ、新庄いたからも続いた。いやー、ゴマスこの種目男子も1着で入りました。10点を稼ぎました。ゴマス大きな10点が入りました。男子の2組目です。何が出てまいりますか。東淡路いい感じで行っています。東淡路が出ました。2番手が大道南のようです。大道南が行った、今度は大道南先頭、大道南が先頭で行った。いや、しかし東淡路がまた抜き返した。東淡路この種目また10点を稼げるか。東淡路がまた行った、また行った、東淡路、東淡路も10点。そして大道南が続いて3番手には大道が来ました。そして今下新庄です。下新庄4位でゴールです。男子3組目スタートです。さあ大隅西先頭で行きます。大隅西が先頭で行きます。魚釣りを釣って大隅西が行きました。さあ見くぐりに向かいます。大隅西早い早い早い、大隅西早いペースで進んでいます。さあ阿部釣り、これも見つかった。大隅西、いやーこれは早い、上手で上げた、上手でピースを上げた。そして大隅東31秒70でゴールしました。大隅東が2着で、東井高野が3着、豊里今あっと落としたか。いや今ゴール入りますね、入りました。4組目スタートです。さあどの渋谷出てくるか、お渋谷争い方針が出てきましたか。魚釣り、2人が並んでいます。2人が並んで、いや西アジが出てきた。西アジ啓発が出た。啓発乗っているが、西アジがどうやら1着、西アジ啓発、そして菅原、そして方針が続く豊里南、今ゴールしました。ボール宅配便チェック、決勝スタートです。さあこのルールは厳しい厳格なルールで行われます。さあどの支部が出ていくんでしょうか。さあこの決勝戦は計画に行きたいところです。さあまずはどの支部が出るか。東井高野は4番手、東井高野4番手、東井高野が現在4番手で進んでいる。さあ前の争いは豊里南か、豊里南が先頭でしょうか。さあ大隅東、今度は大隅東になろうとしている。大隅東になった。大隅東先頭、さあリードを広げた。さあ東井高野が来ているが、しかし大隅東が粘る。大きなリードがあります、リードが広がっています。さあ先頭は大隅東先頭。東井高野懸命に寄ってくるが、しかし届くともない。大隅東が10点、東井高野が第2位。そして3位争いは豊里南が上がってきました。豊里南が第3位で、そして最高峰が啓発ということになりました。今啓発がゴールしました。
大隅に西連覇なるかどうか。大玉転がし決勝スタートです。横一線のスタートになりました。軽発が行く、軽発が行く、軽発慎重に行きます。軽発慎重に行くが大隅西が出た。大隅西最内、最内大隅西が出ました。ワンサント渡りました。そして軽発が2番手に続いている。さあパチンが行った。大隅西先頭、軽発が追っています。3番手は大道南、そして下新城。さあ大隅西がどん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 離していく、どん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 離していく。第3種目、第3走者に渡りました。先頭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 、大道南、いや大隅西先頭。ちょっと軽発もたついている。大隅西先頭、大隅西先頭、大隅西先頭。さあちょっともたついて、さあ男子に渡った。連覇へ向かって大隅西、大隅西連覇へ向かって堂々と行きます、堂々と行きます。大隅西堂々連覇達成になりそうです。2番手集団がまだ中間にいる。今あと追いた、大隅西連覇達成、大玉転がし連覇。予選ではさあ2番手の問い、2番手の問いが続く、2番手の問いはどうか、外です、外の外の啓発、外の啓発が優勢。先に旗が上がった、先に啓発が、先に旗が上がりました。さあ200スタートです。ちょっと後ろの方がガチャガチャしてスタートしています。さあどのチームが出ていくんでしょうか。大歓声大歓声、大道南が先頭。まずは大道南が行きました。そして下からは3番手を耐えている大道南だ。いやー大道南の東側の東側の大道南だ。大道南強い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 、大道南強い、大道南強かった。23秒63、東板倉は4位、大道南大応援団。女子200スタートです。おー、外枠が好ダッシュを見せました。外枠、外枠が行っています。外から外から出ていきました。さあ東坂野はどうか、現在2番手。先頭は豊里、豊里、東坂野が出てきた、東坂野が出てきた、豊里粘る、妹の豊里、妹の豊里、妹の豊里、大事な種目、決勝種目10ポイントを稼ぎました。この